赤金ミュージアムが開館以来、現在も続けている僕たち私たちの青い壁プロジェクト。その途中経過を知ってもらおうと、11月24日まで1階新居浜ギャラリーで中間報告の展示が行われています。赤金ミュージアムの会議室を青空のような空間にしようと始まった僕たち私たちの青い壁プロジェクト。紀元前から顔料や宝飾品としても使われてきたラピスラズリ鉱石。今回のプロジェクトはこれを砕いて鮮やかな青色の絵の具を作るところから始まりました。作った絵の具は5センチ角の紙に塗っていきます。その紙を6000枚集めて会議室の壁に装着し青色にしていきます。2019年9月末現在で3681枚の青い紙ができていて、残り2319枚で完成です。中間報告を展示している新居浜ギャラリーには絵の具や青い紙を作るまでの過程や完成予想図を紹介しているほか、これまで開催した僕たち私たちの青い壁プロジェクトのワークショップの写真が展示されています。またラピスラズリを砕いて絵の具を作り青い紙を作る体験コーナーがあり、どなたでもこのプロジェクトに参加することができます。僕たち私たちの青い壁プロジェクトの中間報告の展示は11月24日まで赤金ミュージアム1階新居浜ギャラリーで行われています。